はい、皆さんこんにちは。2022年3月14日になります。月曜日、新潟駅 JR 磐梯口です。今こんな感じ。前回来た時がいつだったか忘れたけど、そんなに変わってないけれども、表側こんな感じですね。今ね、重機が置いてあって、まあ整地して、あとはねもうねできていくばっかりなんだろうけど、いや進みましたね。これからどんどんデッキとかが作られていくのかなといったところですね。今は西側連絡通路にいます。ここが今ね新潟駅の磐梯側の工事の状況が一番見やすいところですね。西側連絡通路もまあやがてこれもね取り壊されるんだろうけど、まあ今はね、まあ、使われていて、駅のねこの工事の状況を見るには本当にこの辺が一番見やすいかなってとこですね。高い位置から見れて、あーすっかり綺麗になりましたね。今日はですね、あこの磐梯側の方のこのねやがてなくなるバスターミナルの方をねちょっとピックアップして撮っていこうかなと思っていますが、この大きな屋根、2番線から13番線までねあって、バスがねこう、まあ、その一方通行とか、まあ、あと右の方からね来たバスがバックしてね入ってくるっていう非常に珍しいタイプのね、バスターミナルです。これもね全てなくなってしまうんでね、今年度中にはね、なんでまあせっかくだから、まあ、記念にこうね撮影してます。そしてまあちょっと向こう側から見たいからね、その向かいのねグローバルビューホテルのそのなんだろう上のところから見えるのかな、あそこ行けるのかな、あそこから見れたらとってもいいなと思っていて、ね、ちょっと行ってみようかなと思います。今ね映ってるところ、昨日はあのドラマ真犯人フラグをの最終回をねリアルタイムで見たら非常に、ね、今日朝から仕事だったんだけど眠いです。10時半からのドラマはね見るとやっぱりしんどいですね、翌朝ね。まあこのねイメージ写真も何度もね撮影してるんだけれども、まあ新しく変わるバスターミナルね、今映してたのはこの駅の部分ですね。まあ向かってね左の方にこうバスがね集約されるといった感じですね。この辺がポンポンポンと多分おそらくねバス停になって、南口の方にね駅の真下をこう電車のねガードの真下を抜けていって南口に抜けられるといったね構造になってます。だからバスがねバックしてるところは今多分この辺なんだろうけど、これが全てなくなります。これね今映してるところですね。向かい側からね撮ってこようと思います。ほらほらこういう感じ、まあ、誘導員さんがね笛を吹いてねバックしてくるっていうね、非常にものすごい珍しいですよね。路線バスバックするっていうのは、まあ、基本的に珍しい、ね、構造ですね。これが全てなくなる予定。これがグローバルビューホテルのところの階段、これまあ行っていいんだよね多分普通にね、これ行っていいと思うんだよないらっしゃいませとか言われたりして、そうするとちょっと照れるけど、シャブゼンっていうのがあるんだね。初めて上がってきたなこれ、僕初めて来ましたこれ、グローバルビューホテルのまあベランダといった感じ。おこれいいんじゃない、いやーこれね僕も新潟駅しょっちゅう撮ってますけどまるっきり初めて来ましたね。これは何、弁天像、弁天像だって、石川光弘さんの作品、あ顔がない、こういうものなのもともと、こういうものなんだ。そしてダイニングエディット越後、まあそしてこちらですね、バスが発車しましたね。こんな感じ、ここから撮るの初めてだな、面白いな、ね、向こうからね1番線は多分 BRT の方のことを言うんだろうかな。こっちはね2番線から13番線まであります、ね、それぞれの 方面路線に分かれていて、そこに、まあ、あのスタッフの方が誘導してくれてバックするんですよね。非常に、まあ、珍しいらしいですねこれね、まあ、
ね、新潟の人たちはね、これ昔から見てるからね、これが当たり前だと思ってるかもしれないですが、基本的にね、バスバックするっていうのはね、あんまりないんですよね。こんな感じ、非常に珍しい、ね、あの西側連絡するのとことかもね、やっぱり結構汚れてますね。あんな感じのも、多分西側連絡するのもね、まあおそらくこうデッキとかができてね、新駅舎にこうそのまま直接入れるようになったら、まあね、ぶっ壊すんだろうけども、こんな感じ、なかなかのこれいいこうロケスポットなのかなってちょっと思います。バスが好きな人はね、本当にここいいんじゃないかな、非常に面白いですね。こんな感じで、ね、本当に、まあ、絶え間なくバスがね、出たり入ったり出たり入ったりするような感じの場所です。この辺もね、全くなくなるとなると、このね、この下は一方通行なんですけど、左に向かっていくね、一方通行なんだけど、この辺の雰囲気もね、多分雰囲気とかこう車の混み方とかね、そういうのも全然変わってくるかもしれないですね。こんな感じ、そして新駅舎はこんな感じですね。あそこにはほらね、シティタワーが見えますね、レックスンタワー。そしてバスがこうやってね、まただいたい出てく、だいたいこう5分ぐらい前にこうつけてお客さん乗せて出てくような感じだとね、思うんですけれども、まあとにかくひっきりなしにバスはね、こんな関係なく、なんていうの、お昼もうまだ今12時半ですからね、こんな時間でもね、こうバタバタしてる感じにね、見えますね。そして新駅舎、なかなかのこれね、ロケーションなんじゃないかな、初めて来たけど、とてもいいですね、これはこれで、うん、へー、これがなくなっちゃうのもちょっとね、なんか想像つかないというか、もうこれも本当に当たり前だと思って今まで来ましたからね、バスターミナルね、ちょっと寂しい感じはしますね。でもね、こういったのがなくなるっていうのはね、名物みたいなところありますからね、新潟のこのバスはね、こういうバックするっていうね。で、そしてあっちに見えてる東側連絡通路もね、この後行ってみようと思います。最初にね、西側連絡通路から見て、東側連絡通路も見て、そしてね、最後南口をね、なんとなく通って、それでまあ今日ちょっとあんまり時間がないんでね、でまあまたね、お弁当買って帰ろうかな。月曜日はね、結構遅番だったりするんでね、夜遅くまで仕事なんで一食では足りないという感じになります、ね、なのでこんな感じですね。なかなかいいこう絵だったな。ここから写真を撮ってサムネにしようかな。すごい、ほとんどいっぺんに出てった感じ、いっぺん、ね、なかなかこれもね、面白いっちゃ面白いですよね。まあ本当に忙しいバスターミナルだったりしますね、うん、よし、ではね、今度ね、東側連絡通路、あ、その前にね、あの今工事してる、BRT 乗り場、あの辺をね、ちらっと今ね、まだ出来上がってないけど、今月末にはね、こうバス停がね、入れ替わる、ちょっと場所が変わるなんてね、書いてあったんでね、ちらっと見てこようかなと思います。それからね、東側連絡通路行きますね。なかなかこのグローバルビューホテルのね、この 2階の部分、中2階 ?2 階か、シャブゼンがあるところ、なかなかいいですね、ここもね。まあ今日はちょっと天気はどんよりしてはいるけど、ねえ、来来軒ビルもね、ほらね、ちょっとあの千と千尋のね、あの9分のイメージをしたね、感じのこう湯屋の建物に若干似てますよね。面白いですよね。ねえ、こんな感じ。ねえ、この辺でね、本当に食べたり飲んだりはほとんどしたことないですけど、うん、まあ2、3回かな、2、3回は飲み屋さんとかに入ったことはあるけど、まあめったに僕は来ないんでね。うん、あんまりお店とか知らないですけど、ね、まあ、夜になると結構賑やかかなっていう、ね、ところでございます。飲み屋街、この大きな屋根とね、このバスターミナル、まあね、なくなっちゃうんでしょうね。結構寂しいなと思いますけれども、ね、こんな感じでございます。横から見るとまあ本当に古い感じはしますけどね。こんな感じで、まあ、でかい屋根でね、これはね、でかいですよね。バスが13台も横に並ぶようなね、場所のをね、丸々覆う屋根ですからね、すごいですよね。まあこんな感じの絵ですね。そして背中側がね、今目下工事している場所
でございますね。これ何になるんだろうな。まあ基礎ができてるから多分柱ができて屋根ができてね、ここからまあバス停になるらしいんでね、これもちょっとまあ今月末楽しみではあるんですけどね、また取りに来ようと思いますけども、屋根ができてバス停になるんだと思います、おそらくね。まだね今はね暫定的に向こうのね一個向こうのところが使われている状態でございます。ここね本当はねトリックアートがあったんですよ。全部なくなっちゃったけど、まあ最近ならもう汚くなっちゃってね、汚れて分かんなくなっちゃいましたけどね、トリックアートがあった場所ですね。ちょっとだからこう西側の方にねバス停が移動する形になります。今こんな感じになってますね。まだ工事用の車が止まってるんだけど、そこをねまあこの段をなくしてここにねバスが入ってくる感じになりますね。ねちょっと今からちょっとだいぶ狭い感じがするけどね。でまあ、あの向こうの屋根はねあのまんまらしいんですよね。今は暫定的にこんな感じですね。ここをバスが横切って、まあ、向こうに入っていくといった感じになるみたいですね。今まだこんな感じ。連接バスが来ましたね。あれもだからここに多分入ってくるんだよ。ここにねここに入っていくっぽいですね。そしてこちらが仮設の万歳口ですね。本当もう仮設感満載ですよね。本当にね、まあ今仮でねこの場所にあるといった感じでございます。そしてまあ今日はね、まあ、構内には入らないんですけれどもね、そこにあるね在来線8番線9番線はねまあやがてなくなってしまうね、地上のホーム、まあ今上からねちょっと撮ろうと思いますが、そちらの方にねこれから行きます。はい、そして今回ね3月12日ですね、おとといのダイヤ改正からやはりですね、まあ、当然当たり前なんですけど、本当おととい3日前まではねマックスって文字がまだあったんだけども、とうとうねなくなってしまいました。これはまあとりあえずねちょっと見てみないと、ね、どれが E7 系か、どれが E2 系とかはねわからないですが、まあ本数もねちょっと減ったという話になってます。あとはね越後線なんかもね、おとといで115系そして127系がね引退ってことで、もうこれね来る電車はもうほぼ全てなのかな、129系が来るといって、ね、な感じになります。非常にまあ寂しい話になりますね。はい、そしてこちらがですね、新潟駅の旧駅舎があった頃からね、壊す前から何百回と足を運んだ東側連絡通路になります。こちらから見た新駅舎の風景と更地になったね磐梯川、こんな感じ。東側連絡通路もね、まあ今はね本当に西側連絡通路の方がね現場は見やすくなったんですけれども、まあこちらからね新駅舎の中の方もちらっとね見てみようかと思います。どうでしょうかね。まあ毎回それほどね大きな変化はないんだけども、ちょっとでも明かりが見えるね。駅の中とつながってる部分ももしかしたらねあんのかな。まだね一般の人は入れないですけどね、こんな感じ。非常にまあねお店とかが入るのが楽しみなね感じでございますね。そして現場はこんな感じね、どんどん変わっていきますね。そしてこの背中側にね8番線9番線ね暫定的には使われているけどもね、6月めどにですね全て高架化された上の方にねホームが移るということで、1番線が完成とともにね、今日も本当1番線は見たいんですけどね、今日はちょっと構内には入りませんが、いや8番線9番線取ってからね南口に移ろうと思います。はい、こちらが8番線9番線特急白雪がねちょうど止まってましたね。上越妙高行きかな多分ね。特急白雪もね全てまあ6月めどにね、高架化された上の方にね移る予定で、まあ、このホームはねなくなってしまいますんでね、スイッチバックの ね今暫定的に使われてますが、ね、1番線が多分ほぼできているといった感じ。1番線はねまたね今度もうちょっと時間があるときにね取材してこようかなと思っております。こちらは8番線9番線、はい、こちらが南口側ですね。まあ、磐梯口側に何にもないもんだから多分こっちがね賑やかになるのかな、駐車場もね磐梯側に全然なくなっちゃったんで、なので南口の駐車場ね、一時的に止める駐車場が混んでました、ね、実際ちょっと待ったんでね、ここが心ですね。はあ、お店はね食べるところとかも充実しててなかなかまあ便利なね感じになってます。
バンダイ側に比べると全然ね、まあバンダイ側ができるとね、またこのね、こんな感じの混雑もまあ解消されていくのかもしれないですけどね。はい、こちらが新潟駅南口のデッキですね。おそらくね、バンダイ側もこんな感じにねなるんだと思うね。そしてこの下がね、ここをバスがバンダイ側と行き来すると言われているねところでございます。ちょっとガラスが反射しちゃってるんだけどね、中は足場が組んであってね、まだねこう下の方はあんまり進んでない感じですね。どんな風になるのか非常に楽しみな場所ではありますね。こちらが、まあ、今のバスターミナルになりますね。この辺のバスターミナルはもうねだいぶ一気に変わるのかもしれないね。そしてそのね、今映しているあの白い壁のところですね、そこをねバスが突き抜けていくっていうね、いうね予定になってます。非常に楽しみ。まあ南側の方はねそれほどね大きな変化はないのかもしれないですね。今こんな感じね。そしてバンダイ側もこういう感じになるっていうね、まあ予定になってるんですよね。まあまたちょっと違うかもしれないですけど ねこんな感じ。はい、南口の正面の入り口から入ると中堅玉子が待ってます、ね、中堅玉子ですよ。そしてここの小島屋さん、この辺からも本当めちゃくちゃいい匂いするんですよね。これね、タレカツ丼とかもあるんだよね。ここね前から食べてみたいなってすごい思うんだけど、いまだにまだ行けてないっていうねとこなんですが、非常にいい匂いがしてる、ね、タレカツ丼とかなんかちょっと揚げ物みたいな匂いがするからね、まあ、天丼、天ぷら揚げてたりタレカツ揚げてたりそんな感じなのかな、その感じの匂いなのかもしれない、まあ、非常に美味しそう。はい、いかがだったでしょうか。新潟駅ね、工事進捗状況ね、毎回それほどねこう最近は大きな変化がないんだけど、まあでも来るのはこうやってね、なんかちょっと変わったところがないかなって見に来るのも非常に楽しくて僕は好きなんですけどね、こういった動画いっぱい上がってますんでね、ぜひ過去動画もねご覧いただければ嬉しいです。そしてこれね別動画で上げるつもりですけど、縁側押し寿司買ってみました。1300円ね、これまた別の動画でね上げようと思いますんで、ぜひね見ていただけると嬉しいです。駅弁食べる動画もたくさん上がってるんでぜひご覧ください。はい、はい、1階に降りてきました。1階から見るとね、ここがねさっき上から見て言ったバスが突き抜けてってバンダイ口の方に抜けるって言われてるね場所です。なんかね足場もうびっしりねずっと組んであって、今はねバンダイ側の方が全然見えない状態なんだけれども、ね、このまた足場が取れた頃にねまた撮影しに来ようかなと思っております。ね、駅直下バスターミナルになるね予定の場所。そしてこれが、今のバスターミナルですね、南口。はい、そしてこちらがですね南口の広場ですね。こんな感じ、まあ広々この辺はほとんどまあ変わらないと思うんですけどね、こんな感じでございます。いかがだったでしょうか。新潟駅、バンダイ口、まあ南口もねちょっと通ったけど、工事進捗状況、まあこんな感じです。はい、こんな動画をねちょいちょいよく上げてますんで、ぜひね、ご興味ある方はチャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。これ後で食べます。